果肉は、マーシュというホワイト系のものとルビーというピンク系のものがある。ルビーは、酸味が少なく甘い。グレープフルーツは、みかん科の中高木。あるいはその果実。別名ポメロ。またトローニャや、パンプルムースと呼ばれることもある。亜熱帯を原産とする柑橘類である。分担とオレンジが自然に交配したものであり、前者の特徴を多く受け継いでいる。 1750年代に西インド諸島のバルバドスで発見されたものが最初とされる。19世紀の初めに種子の状態でアメリカのフロリダ地域に持ち込まれ、それからカリフォルニアやテキサスなどに広まり、世界各地に広まっていったという。19世紀の後半までは主に観賞用として栽培されていたという説が有力である。グレープフルーツの木は、 上緑樹であり5から6メートルの竹のものが多く見られるが成長を続ければ13から15メートルにもなる。その葉は15センチメートルほどの長さで細長く、花は5センチメートルほどの大きさで白く4枚の花びらがある。果実は10から15センチメートルほどの大きさで黄色く、休憩だがデコボコしている。中の実が白や赤のものも広く栽培されている。 果肉は柔らかく、汁が多く、淡い苦味がある。主に、ノートカトンとチオテルピネオールに由来する、特有の香りがある。グレープフルーツは、様々な種類があるが、例えば、ルビーなどのように果肉の色で呼び分けるのが、一般的である。品種は多くあるが、主に果肉は、マーシュというホワイト系のものと、ルビーというピンク系のものがある。ルビーは、 酸味が少なく甘い。その他、多くの品種がある。英語のグレープフルーツのようにできるので、そう呼ばれるようになったとされる。1800年代にグレープフルーツと呼ばれるようになったが、これはまるでドウのように木になることから付けられた。1830年代に分担とは別の種と考えられていて、 1950年代になるまで、自然交配の結果に生まれた種であるとは認識されていなかった。学名を、シトラス・パラジシとされたが、その後、学名は雑種を示すシトラス・パラジシに変更された。セミノールやミネオラは、グレープフルーツにタンジェリンを掛け合わせることで、オロブランコは、グレープフルーツの4倍体に無酸分炭を掛け合わせる、ことで生まれた。生で食べる他に、 ジュースや様々な加工食品に用いられる。生で食べる場合、半分にカットして、専用のスプーンで食べる方法がある。なお、グレープフルーツを切断するときにも、グレープフルーツの切断に特化した、専用のナイフを用いることがある。甘さや、酸味の他に、ほろ苦さがあるのが特徴で、このほろ苦さが好きだという人と、この苦味が好きでないという人がおり、 苦手な人の中には生食の際に砂糖をまぶして食べる人もいる。また、絞り汁はグレープフルーツジュースとして飲まれる。グレープフルーツ専用の絞り器もある。カクテルやサワーの材料にも用いられ、グレープフルーツ果汁入りの市販のアルコール飲料も多種類売られている。大塚食品の炭酸飲料のマッチにもグレープフルーツ果汁が入っている。 皮も、マーマレードやジャムに使われることもある。グレープフルーツには、フラボノイドが多様に含まれている。グレープフルーツや、グレープフルーツジュースが、体重減少に効果があったと研究論文が、発表されている。グレープフルーツの種からは、抗菌成分が抽出できる。なお市販の食用のグレープフルーツの種の発芽率は、高く、土に埋めておけば、 比較的簡単に発芽する。グレープフルーツの果肉に含まれるフラノコマリン類は様々な医薬品と相互作用が1990年に報告された。これは薬物代謝酵素のシトクロム P450 サブタイプ 3A4 を阻害する作用によるものである。この作用を起こす成分はグレープフルーツにも含まれるが特に グレープフルーツジュースには高濃度で含まれる。特に、カルシウム拮抗剤という系統の高血圧、治療薬などで、グレープフルーツの影響を強く受ける薬があることが、よく知られている。この他にシクロスポリン、ベンゾジアゼピン系、風邪薬でも、主作用、副作用ともに効果が効きすぎてしまう。阻害様式は、不可逆的に阻害するために阻害作用は3から4日、続き。 グレープフルーツジュースの摂取自体を禁止する必要がある。85の薬と相互作用し、約半分では重篤な副作用を起こす可能性がある。フラノクマリン類は他の柑橘類にも含まれるが、含有量はグレープフルーツでは品種、柑橘類の種類で異なる。主な生産地2011年における地域別の生産量の比率は以下の通りである。 2011年における国別の生産量は以下の通りである。亜熱帯地域原産の植物であるため生育には高温が必要で日本では限られた地域でしか収穫できない。日本で流通するグレープフルーツは99%以上が世界各地から輸入されたものでその7割近くをアメリカ産が占めている。2004年の輸入量は 約28万9000トン。2018年の輸入量は約7万2000トンだった。その15年ほどでおよそ1、4に減少した。日本人全体のグレープフルーツ消費量が減少傾向にあるが、特に若者では顕著で、グレープフルーツを一度も食べたことがないという若者もいる。なお、果実の輸入品には、 品質維持と腐敗防止のために収穫後に農薬が塗布されている。これをポストハーベストと呼ぶ。国内生産されている限られた地域とは静岡県のことであり、2018年の静岡県のグレープフルーツの栽培面積がわずか1.1ヘクタールで、収穫量わずか23.3トン、出荷量わずか18.6トンなのだが、この静岡県のわずかな生産が、 国内生産のほぼ100%を占める。バナナやオレンジ、グレープフルーツなどの輸入果実を、卸売市場で取引するときの単位は、カートンといい、グレープフルーツは1カートン40個である。ありがとうございます。